関西文書店の開発に至りましては、新たな進化ステージを切り開くモデルとして、速さの追求のみならず、環境性能の向上のように、高度な運転技術を持たずとも、一般的なドライバーの方にも、その走りを気持ちよく安心してお楽しみいただけるよう、安心快適性へとその進化領域を拡大し、開発を進めてまいりました。ボディ構造からエンジン、トランスミッション、シャシーなど、すべてを一新すると同時に、高度な走行制御が大きな安心を生み出すをテーマとして、運動制御システムを飛躍的に進化させることで、ダンサーエボリューションテーマ、車との一体感、卓越した運動安定性能を誰もが実感できる車に仕上げることができたと自負いたしております。具体的な進化のポイントは、新開発リッターターボエンジンによって、動力性能と環境性能を両立させました。また、新開発の自動変速マニュアルトランスミッション、ツインクラッチ SST によって、通常のオートマチックトランスミッション同様、クラッチ操作を行わなくても、誰もがマニュアルトランスミッション以上の俊敏な変速を可能としました。さらに、四輪の駆動力、制動力を統合的に制御する弊社独自の車両運動統合制御システム SAWC によって、あらゆる路面や走行条件においてドライバーの操作にどこまでも忠実なハンドリングと圧倒的な安定性を実現しました。なおこの SAWC は今回新たな制御方式としてフィードバック制御を採用しました。これはコントローラーの内部に緻密な車両の運動モデルをあらかじめプログラムし、各種センサーで検出した実際の車の動きと、ドライバーの運転操作などから得られる理想的な車の動きとを比較して、瞬時に車の動きを最適に制御するものです。つまり、ランサーエボリューション10には、こちらのシャーシーモデルで象徴的に表現させていただきましたが、運転技能の高いドライバーの分身が同乗しているようなもので、このドライバーの分身は常に実際の車の動きとドライバーの運転意図をウォッチしながら、さまざまな状況で車の動きを最適に制御することで、ランサーエボリューション10はドライバーの意図に忠実かつ安定した走りを誰もが満喫できるハイパフォーマンス 4WD セダンへと進化することができました。この点につきましては後ほど弊社のテストドライバーより詳しくご説明させていただきます。ランサーエボリューション10は本日より世界に先駆け日本より販売を開始いたします。具体的な販売計画台数は国内では2007年度下期合計で4000台、一方海外では去年2月より北米で販売を開始し、2007年度は2300台を計画いたしております。以降2008年度からはヨーロッパ、オーストラリアなど出荷国を順次拡大し、世界のさまざまなお客様にランサーエボリューション10の誰もが気持ちよく安心して楽しめる高い次元の走りを体感いただきたいと考えております。今後とも私どもは独自の価値を持った個性ある車を提案してまいりますので、引き続きご支援頼みますようお願い申し上げます。